はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズやっていきたいと思います。そしてようやくですね、本日、最新アップデートバージョン3.0の更新データが入りました。すでに皆さん遊ばれてるんじゃないかなと思っているので、具体的に何が追加されたかは、今回割愛させていただきたいと思います。多分ね、言わなくても皆さんご存知だと思うので、さあそういったところで、今回はですね、ラスボスを倒して、その後にバルファルクのクエストが出てきて、 それを先ほどクリアしまして。で、今回はですね、このバルハルクについてお話しできればなと思いますね。で、このバルハルクなんだけど、今作では通常種ではなくて変異体として登場してるわけなんですよね。では、なぜ今作では変異体なのか、皆さん気になってませんかで、今日はね、そこについてお話しできればなと思います。そして、本題に入る前に、 まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひね、これを期間にチャンネル登録して、これからもモンハン動画見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ちなみに、ヌシジンオーガもさっき戦いましたね。まだ100流しか戦ってないんですが、ま、あそんなに強くなかったかなっていう印象でしたね。はい、ということで、早速ね、話していきたいわけなんですけど、まずはですね、なぜ変異体なのか、そして手記のフラグ回収について、 どうもかとバルハルクの関係。大きく分けて、この3つのセグメントで話していければなと思いますね。ではでは早速話していきたいわけなんですけど、先ほど冒頭でチラッと触れたんですけど、前作までとは違って、今作登場するこのバルハルクっていうのは、昔の作品と違って変異体であることが、 公式設定で明らかになっております。ま、あもちろんですね、変異体ということなので、特殊な形態変化であったりとか、行動パターンなども、昔のバルファルクと違って変化してました。で、このバルファルクの変異体なんだけど、くしきかくのバルファルクと呼びます。めちゃくちゃかっこいいよな。くしきかくって。<laughs> これは中二病心をくすぐるんじゃないでしょうか。男子中学生とか男子高校生とかが、バルファルク一式で、野良潜りそうですね。はい、ま、あそういった前置きはさておき、ではなぜ変異体なのかっていうところなんですけど、 これっていうのはですね、結論から申し上げますと、公式設定の都合の問題、そして新規性が欲しいから、この二つが考えられるかと思います。ま、あこれはね、おそらく、その通りの意味だと思っていて、まずこのバルハルクの公式設定なんですけど、千年周期で襲来するっていう設定があるんですよ。ま、あここの詳しい内容につきましては、ググってもらったらすぐ出てくると思うんですが、ま、あそういった設定があるわけなんですよね。で、このバルハルクっていうのは、モンスターハンターダブルクロスで登場したんですよ。で、その時代から、 まだ1000年も経ってないよっていう話なので、過去モンハンの世界で。まあ1000年の周期でバルファルクが現れるっていう、そういった設定を公式でしてしまってるから、このタイミングでバルファルクが登場するっていうのは、モンハンの歴代のストーリー的におかしくなってしまうんですよ。なので、その周期を逸脱した個体が今回、変異体ということで登場したんじゃないかなっていうことが。 予想できるかと思いますね。まあ、多分ね、これに関しては合ってるんじゃないかなと思ってます。まあ、モンハンっていうのは結構ね、公式さんがストーリーを重視されていて、 特に違う作品と違う作品のストーリーにも気を配って、しっかりと設定を作られているので、多分この可能性っていうのは極めて高いと思いますね。なので今作の、組織格用のバルハルクに繋がっているということが考えられるんじゃないかなと思ってますね。で、あとはですね、まあ、これは当たり前の話って当たり前の話なんですけど、過去に登場したモンスターをそのまま出してしまうと、やっぱりちょっとあれじゃないですか。自分たちもハンターなので、気持ちはわかると思うんですけど、やっぱ新規性が欲しいですよね。まあそういった意味で、 新しい行動パターンであったりとか今までと違った形態変化とかを つけることによって、空きを防止すると。そういった意味もあるのかなと思いました。なので、こういった理由から変異体っていうことが考えられるんじゃないかなと思いますね。まあ、昨日の公式生放送でもいろいろ言われてたんですが、なんで通常紙じゃないのかとか、逆に通常紙でどこに行ったのかとかいろいろ言われてたんですが、多分ね、こういった公式設定っていうのが背景にあるからだと思いますね。まあ、これっていうのはあくまで個人的な見解なんで、参考程度に受け取っていただければと思いますね。はい、まあ、そんな感じですと。で、あとはですね、 まあ、手記のフラグ回収ということで、まあ、ここに関しては、前の動画とかでもちらほら触れてるので、皆さんご存知だと思うので、あまり詳しく語るつもりはないんですが、手記に赤い水星っていう文言があったんですよね。こういった文言があったことから、このモンハンライズ発売当初から将来的にバルファルクが追加されるんじゃないかっていうことが言われてたわけなんですよ。で、そのフラグっていうのが、今回のアップデートで見事に、 回収されたっていうお話で、すすねねまあそれれだだけけなんでででどやっっっぱりあれはフラグたたのかって感じでした、ね、で次に、とバルハルクの関係性これっていうのは、前々から言われてることなんですけど、このどう化とバルハルクの関係性、実は都市伝説とか噂とかが勝手に一人歩きしておりまして、何が真実で、何が嘘なのかっていうのが、ネットで調べてもわからない状況が結構続いてるんですよ。最初は都市伝説だったのに、いつの間にかそれがね、真実のように語られて、 気づいたら広まってるみたいな、そういった現象が起きていて、もしかすると、この動画見るまで勘違いされてた方も多いんじゃないかなと思ってます。では早速ね、内容に入っていきましょうか。まずですね、バルファルクが原因で、モンスターが、同盟化するという都市伝説が広まっていたんですよね。で、これっていうのは結構ね、一般的に知られていて、バルファルクイコール同盟化の原因みたいな、そういったイメージを持たれている方ってかなり多いと思うんですよ。ただこれっていうのは別にですね、公式設定であるわけでもないし、実際に、 記者が公式さんに問い合わせたそういったインタビュー記事もあるんですけど、そこのインタビューでも、ここについては回答されてないんですよ。まあ、要するに一切語られてないわけなんですよね。まあ、詳しい話についてはググっていただきたいんですが、少なくとも現時点で確定していることとしましては、公式設定ではないということですね。で、公式インタビューってなってるんですけど、これね、急いで打ったからごじってるんで、ご了承ください。今日ね、アップで入って、時間がなくて見返してなかったんで、 ま、結構大変でしたからね、これ作るのも。そしてですね、どう猛かは今後追加される可能性っていうのは、まあ、正直ね、あるんじゃないかなと思っていて、もし追加されるとするんであれば、まあ、G 相当の作品の可能性が高いと思いますね。まあ、G 相当の作品に関しては、まだ公式から展開は特にないんですが、ま、あ今までのモンハンをやってる方であれば、発売する可能性が極めて高いっていうことは分かってもらえるかと思いますね。まあ、どれだけ早くても2022年の秋とか冬とかになると思うんですが、 まだ結構先かと思いますね。ただこの時に、例えばその同盟化が、もし追加されるとしても、あくまでこれっていうのはバルファルクが起因するものではないっていうことですね。まあ多分、同盟化自体は追加されるかどうかわからないけど、まあ少なくとも、丸〇化みたいなものは追加されるんじゃないかな。 例えば、モンスターハンター4とかであれば、恐竜化とかあったじゃないですか。で、その後は、まあ、童毛かとか、色々あったわけなんだけど、多分また何々かみたいな、追加されるんじゃないかな。まあ、その何々かっていうのが、どうストーリーに絡んでくるかわからないけど、まあ、そこに関しては続編でわかることかなと思ってます。まあ、そんな感じですと。なので、なんか、童毛かとバルハルクっていうのはよくね、 セットにされるんですけど、残念ながら、これは公式設定ではないので、ぜひね、こちらの方は覚えておいていただければと思いますね。なので、昨日の生放送を見た感じだと、あれバルファルクが来たっていうことはどうもが来るのか、やったーみたいな、そういったコメントがね、めちゃくちゃ流れてたんだけど、残念ながらね、多分それはね、全くの見当違いに近いので、申し訳ないんですが、 そこのところはご了承ください。はい。ま、あそんな感じかな。ま、あ今回のアップデートで色々気になってることがたくさんあったと思うんですけど、特にね、バルファルクってさ、割と噂とか都市伝説で真実じゃないことが広まっていたので、結構勘違いされている方が多いと思うんですよね。なので今回は動画で共有させていただきました。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。これからもですね、最新アップデート情報であったりとか、追加要素であったりとか、何か、 変わったトピックスであったりとか、ないしは話題になっていることを取り上げて、こうやって動画にまとめていきますので、ぜひこれを期間にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。おそらく、モンハンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ